こんにちは、パーカークマだよ。今日は奥浅草にあるカリルにやってきたよ。早速行ってみよう。ここでは美味しいスパイスカレーを食べることができるんだ。僕はジンジャーチキンカレーと塩チキンカレー、2種盛りカレーと卵アチャールを注文したよ。こちらがジンジャーチキンカレーと塩チキンカレー。ジンジャーチキンカレーはスパイスが効いていて、ジンジャーのピリッとした刺激が食欲をそそる味になっているよ。手羽元がゴロゴロ入っているので食べ応えも十分なんだ。トッピングで頼んだ塩チキンカレーは塩で漬け込まれた柔らかいチキンを心ゆくまで味わえる一品なんだ。すごく美味しいのでおすすめだよ。こちらが2種盛りカレー。このプレートは向かって左側からジンジャーチキンカレー、夏野菜のサンバル、ライタ、ピクルス、豆カレー、パパド、キャベツのアチャールだよ。夏野菜のサンバルは豆と野菜のカレーになっていて、オクラやナスなどの野菜がゴロゴロ入っているんだ。さっぱりとした辛みが暑い夏にぴったりなんだ。卵アチャールはスパイスが効いてゆで卵で、そのまま食べてもカレーに混ぜても両方楽しむことができるんだ。隠れ家のようなお店で楽しめるカレーは週ごとに変わるので、お気に入りを見つけにぜひ行ってみてほしいな。今回はカリルを紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。